このマウントポジションならば普通にライディング中でも大声は出してません。普通に話す言葉がこうできていると思います。どうでしょうか。ただいま風切り音対策は出しておりませんけども、多少バーバー入ってるかと思います。本当小さな声で話をしています。入ってますでしょ。カメラはひっくり返してて、スマートブラケットにつけています。カメラの設定はそのままなんです。練習でひっくり返すのがいいなと思ったね。今度はリバースせずにマウントをしました。通常方向のマウントですとマイクが外側へ行ってしまいますので、少し大きな声じゃないと話し声は入りません。聞き取りにくくなります。走行中などはほとんど聞こえなくなってしまうような感じになります。風切り音も強くなります。ただし上部インジケーターの確認が可能となりますので、撮影中かスタンバイか目線を下げれば確認可能となります。ただいま確認しております。下を向いて速度が上がってきますと、さすがに風切り音ボー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 入っていると思います。私の声が聞こえているかどうかです。隣のトラックの音など大きく拾ってしまうと思います。どうですか。聞こえてますか。おーい、聞こえてるか。なんとなく聞こえてるかな。少し大きめに話をしておりますよ。デブレ補正はオフです。デブレ補正オンにしますとこのカメラゆら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 してしまいまして気持ち悪くなります。ですのでオフで撮影いたしましょう。Facebook 動画ではアイコンまたはリンクインフォより登録をお願いいたします。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。